続きまして3歳最優秀牝馬の発表です。3歳最優秀牝馬は桜花賞ゴジータ記念と地方全国交流競争で2勝を挙げたララベルです。ララベルは昨年の2歳最優秀牝馬に続いての受賞です。それではララベルの関係者の皆様どうぞご登壇ください。ララベルの関係者の皆様は馬主吉田照也様、調教師荒山勝則様、騎手真島大輔様、厩務員横山和美様です。なお本日馬主の吉田照也様は欠席されております。なお共有馬主の方もご一緒にご登壇いただいております。それではララベルの関係者を代表いたしまして、馬主代理の社大グループオーナーズ事務局須波昭一様、トロフィーをお受け取りください。ありがとうございます。